どうも皆さんこんにちは、フリーランス美容師の奥江です。今日はですね、初めてカラーをする人が不安がなくなるように知っておいてほしいことをまとめてきましたね。初めてカラーするのって不安ですよね。でもね、大丈夫。この動画を見ると、地毛カラーのカラーでどのぐらい色を入れれるのとか、どんな色が似合うのとか、今後どんなケアをしたらいいの、色落ちはどれぐらいとか、そんなね、もう知りたいことすべてまとめてきましたので、これからね、カラーをしようと思ってる皆さんのね、不安がなくなるような内容になってますので、ぜひね、最後まで見ていってください。まず目次です。地毛カラーのヘアカラーってどのぐらいできるのっていう、カラーの仕組み理論だったりとか、実例のね、写真を使って、これぐらいこれぐらいだったらできる、これぐらいだったら1回でできなそうみたいなのをね、お伝えしていきます。で、次に失敗しないオーダー方法、次にダメージはどのぐらい、私に似合うカラーってどんなものっていうのとね、で、次にどのぐらいの頻度でいったらいいの、色落ちはどれぐらいっていう話、最後にヘアカラー後のケアをどうしていけばいいのかっていうのをね、お伝えしていきます。で、この動画ちょっと長すぎたので2本にね、分けさせていただきました。1本目が1個目のどのぐらいの色ができるのっていうね、仕組みと実例をご紹介します。2本目からがそれ以下の内容となってますので、そちらもね、合わせて見ていただきたいなと思います。今回の内容ね、めちゃめちゃ必見になってますので、美容院行く前にね、ぜひ見てみてください。はい、じゃあ早速ね、チャンネル登録まだしてない方、チャンネル登録していただいて最後まで見てってください。じゃあ早速行ってみましょう。はい、カラーの仕組みですね。ちょっと硬そうな話だなって思いますよね。でもね、これ知ると、初めてのカラーもそうなんですけど、今後一生ね、カラーをするときに参考になっていく内容なので、ね、簡単にまとめてきましたのでね、学校の授業だと思って聞いててください。まず、カラーのお薬っていうのは、色を暗くすることに特化したお薬と、明るくすることに特化したお薬と、色を抜きながら入れていく。お薬、そのね、3種類があります。で、ヘアカラーには色相と彩度と明度っていうのがあります。色相っていうのは色の種類で、彩度っていうのは色の鮮やかさですね。例えばピンクだったらすごい濃いピンク、派手髪のようなね、ピンク、それはもう彩度の高いピンクで、逆にピンク目ちょっと感じるかなぐらいのね、ブラウンっぽいようなお色っていうのは彩度の低いカラーですね。で、明度、これは明るさ、明るく見えるのか暗く見えるのか、まあ、トーンっていうやつですね。なので、色相で言ったら、ちょっとアッシュっぽい、青っぽい色の、サイドは低めの、明度は暗め。そのような感じで、ヘアカラーを、どんなヘアカラーにね、したいのかっていうことになっていくんですけど、まずね、先ほど言った色を入れることに特化した薬。これは、色がね、入るってことはね、明度がちょっと下がるんですね。明るさがちょっと暗くなるんですね。で、こういう薬は比較的ダメージが少ない。で、色をたくさん入れていくので、サイドの高いカラーをすることができます。でも、その代わりに、明度が下がってくる。暗くなるっていうことですね。で、ここで覚えててほしいのは、ヘアカラーっていうのは、白い画用紙に絵の具を塗っていくような感じではなくて、今のご自身の髪の色の画用紙に色を塗っていくような感覚なんですね。なので、例えば金髪の人だったら明るい黄色の画用紙、黒い地毛の人だったら黒い画用紙。で、それぞれね、赤い絵の具を例えば塗ったとします。そしたら、どうでしょう。例えば黒い画用紙に赤い絵の具を塗っても、そんなにこう赤の主張って強くならなそうですよね。若干黒が赤みがかるかなぐらいわかると思うんですけど、ほぼほぼ黒のままだと思います。でも、こう明るい黄色の画用紙に赤い絵の具ピッて塗ったら、その赤っていうのはかなりはっきりとね、出てくると思います。そのような感じが、地毛の黒髪には色が入りづらいみたいな言われる要因ですね。なので、このタイプの薬は使わないことが多いです。で、次、明るくするに特化した薬ですね。いわゆるブリーチって言われるものだったりとか、カラー剤の一番明るいようなものも、あまりね、色が入ってないんですね。あとは、黒染め落としとかの、そのカラー剤で入れた色を抜いてくれるお薬。そういうのもあります。こういう薬は明度が上がっていきます。でも、その代わりに彩度がなくなっていくという特徴がありますね。で、髪の毛っていうのは、この図のような感じで、黒いところから金髪まで明るくなっていくんですけど、こういった薬で染めた場合には、間のね、どこかの色になってくると思います。例えば、ブリーチ1回で、まあ、真ん中のね、茶色ぐらい明るくなって、ブリーチ2回でこの金髪ぐらいに明るくなる。そんなイメージですね。でも、こういった色ってあんまり好む人がいないので、これは、この後に色を入れるね、前提のカラーリングになってきます。なので、今よりもね、明るめの、このくらいの明るさの、しかも彩度が高い色にしたいってなった時に、高い彩度をね、取りたいので、色を入れたいんですけど、入れるとね、暗くなっちゃう。だからそれを逆算して、暗くなるよりも明るいところまで一回明るくして、色を入れて、暗くするっていうようなね、使い方をします。はい、で、次に、色をね、抜きながら明るくしていく薬なんですけど、7、8割型のカラーっていうのは、まあ、こういった薬をね、使うんですけど、まあ、これは、さっき言った、色を入れるに特化した薬と、明るくするのに特化した薬を、色をね、混ぜたりとか、あともともとそういうお薬もあったりするんですけど、どのぐらい色を入れたいのか、どのぐらい明るくしたいのかっていうのを要望に合わせてね、考えながら配合していくんですけど、いっぱい色を入れたいっていうのに重きを置くと、明るくする効果っていうのがね、弱まってきます。
で逆に明るくもしたいってなると今度は色を入れる効果が弱まってきちゃうんですね。なので、まあ、両方取りたいよっていう場合は2回カラーをする必要は出てきます。でここから地毛のお話に戻すと、元々のベースがね、地毛の場合だとやっぱりどうしても明るくする効果をね高めないといけないですよね。そうするとさっき言ったように色を入れるっていう効果がちょっとね弱まってきちゃうんですよ。なので地毛から1回でカラーしたいっていう場合はやっぱりある程度ねサイドっていうものはねちょっと妥協しなきゃいけないかなっていうのが正直なところです。でもなんか妥協って言うとね悪く聞こえますけど、別にそのねその色が変なわけでもないし、多少は色のね振り幅はあるので、その中でカラーを選択することもできるし、カラーを楽しむこともできるし、似合わせることもできます。なので先ほど見せたこの図の茶色とかよりもちょっと青みかかってるとか、ちょっとピンクみかかってるとか、そういった色ができます。ちょっとね飽きてきてると思うので、ちょっとどんなカラーか見ていきましょう。まあ、いわゆるねナチュラルブラウンとかそういったナチュラル系のカラーに分類されるんですけど、例えば暗めから見ていくとこのような感じの色ですね。透明感があるっていう感じではないけどツヤはあるようなお色で、もう少し明るくなってくるとこのぐらい、だいたいこんなブラウンがもう少しだけくすんでいるとか、もう少しだけピンクみがかっているとか、そういったね選択ができるかと思います。あと髪質によっても違うんだけど、だいたいもうちょっと明るめのこのぐらいがね限度かなと思います。人によってはね、その髪質によっては明るくしやすいとか色を入れやすいとかもあるので、まあそうなってくるとこのぐらいもいけるかなみたいな感じですかね。だいたい髪が細かったりとか、髪が柔らかかったりとか、地毛がちょっと明るい人とかはできる可能性があります。実際はもう一段階ぐらい明るくできたりとか、髪質によっては暗めだけどもうちょっと柔らかい色にねできたりとかすることはあるんですけど、できるだけ明るくしたいから一番明るいカラーの薬、カラー剤をね使ってカラーしたとしたら、明るくはなるんだけど色があんまり入ってない抜けたようなちょっとギラついたようなねお色味にもなったりする恐れもあるので、だいたいさっき言った、まあ、このぐらいの明るさが限界だと思って色を探した方が綺麗なお色味にはなりやすいかなと思います。だからこれ以上明るく綺麗な色にしたい場合は、まあ、2回カラーしたり、もしくは暗めだけどもうちょっとこう色が濃いような、例えばグレー味を感じるお色とか、アッシュ味を感じるお色とか、ピンク味を感じるお色とか、もうちょっとね鮮やかな色にしたいっていう場合も2回カラーを視野に入れてやってあげた方がいいかなと思います。で、まあ、さっき言ったね1回で確率にできますよっていうナチュラルなカラーもメリットもあって、まずねダメージが少ないっていうのと、ツヤっぽく健康な髪に見える髪質にはしやすいです。あとは元々のね髪の持っている色を使っているので色落ちしにくいっていうのとか、まあ、ナチュラルな雰囲気なのでどんなファッションにしてもヘアカラーが浮いてくることもない、そんなねメリットもあります。なので十分ねメリットもたくさんあるようなカラーの仕上がりにはなるので、まあ一回ねそのぐらいにしておいてあげて、次カラーするときは今、ね、ベースが地毛よりも明るくなってるから、もうちょっとね明るめの綺麗なカラーにできたりとか、もうちょっと暗めで鮮やかなカラーができたりとか、いろいろね振り幅がどんどん広がってくるので、1日でね2回カラーして理想の色に仕上げちゃうっていうのもいいけど、まあ1回でできるところまでにして、今度は次また違うカラーを楽しむっていうね、その美容院行くたびにイメチェンできるっていうのもねいいことですよね。どうでしょう、なんとなくね分かってきましたか、カラーについて。まだどういったカラーができてどういったカラーができないかっていうのがねちょっと曖昧だと思うので、いくつかねお写真を、これできるできないっていうのを写真をね見せていきますので、ちょっとねトレーニングして自分がやりたいって思うヘアスタイルが1回でできるのか2回やらないとできないのかっていうのをねちょっと判断できるようになってもらいたいなと思いますので、ちょっとね一緒にトレーニングしていきましょう。こっち側が1回でできるカラーで、こっち側がまあ2回以上でできるカラー、どっちもね同じような明るさでいくつか写真を比較していきます。じゃあやっていきましょう。まず暗めで言うとこういったカラーはできます。でもこういったカラーはもうちょっと明るいところからカラーをする必要があります。こういったカラーはできます。こういったカラーは2回以上必要です。こういったカラーは1回でできます。こういったカラーは2回以上必要です。最後いきます。こういったカラーができます。でもこういったカラーは2回以上必要です。なんとなく分かってきましたでしょうか。まあ1回でねできるカラーを選択してもらってもいいし、まあね別に1回でカラーしなきゃいけないわけでもないから、2回以上ねカラーをして好きな色を楽しんでもらってもいいし、まあ例えば美容師さんに今後こういうカラーにしていきたいからっていうのも相談してあげれば、じゃあ今このぐらいの明るさのこういう色にした方が次回ねそういった色にも叶えやすいし、今回も綺麗な色にできるよねとかね、そういったこともね美容師さん提案してくれますので、だからもしね今後やっていきたいようなカラーっていうのがあった場合はそういうのも見せてあげてもいいかなと思います。
ます。といった感じでね、今日の動画は以上になります。まあ、次回の動画もね、1週間以内に上げますので、チャンネル登録してね、お待ちください。で、もしね、今回の動画見ても、まあ、自分がやりたいと思っている色が、一回できんのかなとか、ブリーチした方がいいですか、しない方がいいですかとか、まだね、わからないことあると思いますので、まあ、本当にわからないよっていう方は、概要欄にね、僕の公式のね、LINE アットのアカウントがありますので、チャンネル登録してくれる方はね、そちらにも個別にご返答していきたいと思いますので、なんかチャンネル登録しましたって言ってね、ご相談内容と一緒に LINE いただければと思います。次は、失敗しないオーダー法と、ダメージについて、似合う色について、色持ちだったりとか、次回どのぐらいのヒントでいったらいいのとか、あとヘアカラー後のケア、それについてね、お話ししていきます。はい、じゃあ今回の動画がね、良かったと思った方、高評価とね、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ次回の動画でね、またお会いしましょう。バイバイ。